イーストパットニー駅はロンドンのウォンズワースクパットニーにあるロンドン地下鉄の駅であるディストリクト線ウィンブルドン支線に属する高架駅。現在はロンドン地下鉄の列車しか停車しない。ただしナショナルレールの列車が走るサウスウェスタン本線への連絡線がこの駅の構内で分岐しており、かつては連絡線を経由して旅客列車が運行されていた。この旅客列車のためのホームは 現在も残っている。また、連絡線経由で、回送列車が運転されることがある。トラベルカードゾーン2と、トラベルカードゾーン3の境界であり、両方のゾーンに属する。この駅は、メトロポリタンディストリクト鉄道により1889年6月3日に、同線がパットニーブリッジ駅から、ウィンブルドン駅まで延伸した際に開業した。当駅から、ウィンブルドン駅までの線路施設自体は、 ロンドンサウスウェスタン鉄道が建設したもので、1889年7月1日より、L、L&SWR の列車は、クラパムジャンクション駅から当駅にある連絡線を経由して、ウィンブルドン駅方面に運行するようになった。当駅を含む、パットニーブリッジ駅から、ウィンブルドン駅までの区間は、ロンドン地下鉄において、蒸気機関車から電車へ転換された最後の区間となった。 電車運行は1905年8月27日に開始された。サザン鉄道による当駅を通る列車の運行は1941年5月4日に終了した。1994年4月1日にロンドン地下鉄へ移管されるまで、イーストパットニー駅からウィンブルドン駅までの路線の所有権がナショナルレールに残っており、移管の時までこの駅にはナショナルレールの駅であった。 当駅でディストリクト線の線路とナショナルレールの線路が Y 字型に分岐し、駅の形も Y 字型になっている。分岐点は駅のすぐ南にあり、両線の伏線が平面交差する形になっている。ホームは西側にディストリクト線の北方面行きのホーム、中央にディストリクト線南方面行きとナショナルレール北方面行きがそれぞれ東側と西側を使用する。 Y 字型の島式ホーム、そして一番東にナショナルレールの南行きのホームの合計3面のホームがある。このうち一番東のホームは全く使用されておらず、草がはびこっている。中央のホームは現在も東側のナショナルレールが使用する部分についても使用可能だが列車は発着しない。また中央のホームの Y の右腕には柵が設置されている。駅の建物は 中央のホームの Y の字の両腕の間に位置する。駅には4つの階段がある。このうち使用されていない東側のホームへの階段は、旅客の使用はできないが、その他の階段は利用できる。当駅のナショナルレールの線路とサウスウェスタン本線との間の連絡線は、もう旅客輸送には使用されていないものの現在も使用可能であり、列車をウィンブルドン車両基地に改装する際に、 定期的に使用されている。ただし、もともと伏線であった連絡線の内サウスウェスタン本線の東行きの線路に接続する線路は使用されず、回送列車はサウスウェスタン本線の西行きの線路に接続する路線のみを両方向に走るようになっている。連絡線の北方面行きの線路は東にカーブしながらサウスウェスタン本線の線路を立橋で越えた後に、 パットニーブリッジロードが立橋で越える手前まで、サウスウェスタン本線と並走し、合流するという形をとっていたが、現在は橋台などは残っているものの線路を越える、立橋の一部分が取り除かれており、列車が走ることはできなくなっている、ロンドンバスの37、337系統が、当駅から発着する、ロンドン交通局ロンドン地下鉄ディストリクト線、 ウィンブルドンセ線サウスフィールズ駅、イーストパットニー駅、パットニーブリッジ駅、アウトオブステーションインターチェンジェス。ロンドン交通局。2012年10月20日時点のオリジナルより、アーカイブ、2015年4月1日閲覧。マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー,ユーセー時、データ、ロンドン交通局。 2015年3月31日閲覧、イーストプトニーステーション、ロンドン交通局、2016年8月13日閲覧、ありがとうございます。